本を語る人と繋がるをテーマに札幌ゼロ読書会の書斎をしています。読書セラピストの井田翔子と申します。今日紹介する本はこちらになります。東野慶吾さんの容疑者 X の検診という一冊をご紹介していきます。えっ、ー、と、こちらの作品で東野慶吾さんは直木賞を受賞されています。えっ、ー、と、ガリレオシリーズ初の長編として描かれた一冊になっております。えっ、ー、と、ガリレオシリーズというのはどういった作品なのかと言いますと、は学ぶというですね物理 学科の准教授が出てくるんですけども、えっと、こちらがガリレオ先生と呼ばれています。まあ、その理由としましては、えっと、よくこの湯川のもとに、まあ、休憩がてら訪れる刑事の草薙というですね、大学の同期だった人が出てくるんですけども、こちらの草薙という刑事が湯川に対して、ま、相談をする。相談だったりとか、まあ、愚痴をこぼしたりするんですよね。それで湯川が、えっと、 事件の解決に導いてくれたりといったところで、まあ、いろいろ協力をしてくれるので、まあ、警察からはガリレオ先生というふうに呼ばれています。で、えっ、ー、と、こちらの容疑者 X の検診がどういった話なのかといいますと、えっ、ー、と、花岡靖子というですね、女性が出てくるんですけども、こちらが中学生の美里というですね、えっ、ー、と、娘さんと二人で暮らしてるんですけども、そのもとに、えっ、ー、と、元夫である富樫真理という男性がやってくるんですけど、これはまあ、付きまとたうようにですね、 まあ、金銭面に何ありで、いろいろ、ちょっと煩わしい存在だったりするんですけども、まあ、ある日、家に転がり込んできたところを、まあ、娘である美里が、あの、花瓶で殴って、そのまま安子が、こたつのコードで引き締めて殺してしまうという事件が発生します。それを、隣に住んでいる石神というですね、数学、高校の数学教師が、えっと、はな、えっと、様子を、 伺ってまして、まあ、その事件をかくまうことにするんですよね。まあ、それ、まあ、石上自身が、まあ、容疑者 X というふうに、まあ、作品の自体でそれ自体は書かれてるわけではないんですけども、なんでそこまで、この花岡、康子と美里のきょうあのー、親子をかばうのか、なぜそこまでかばうのかっていうのと、どうやってその事件を隠蔽し、隠蔽というか隠したかっていうのを、いろいろがちょっと見どころかなと思います。 で、この石神という数学教師はですね、えっと、湯川と大学の同期であり、ま、いろいろ、その時にも接点を取っているっ,ったところで、まあ、どのようにですね、えっと、湯川がその大したか、実際お酒を飲む場面も出てきますので、そういったところで意思疎通を図っていって、まあ、真相に気づいたのがどうやって、あの、悟していくかっていうのは見ていただけるといいかなと思います。 で、このキーマンになる石神がですね、数学教師をやってるということもあって、数学ネタがいろいろと出てきます。例えば4色問題というものができまして、すべての地図は4色で塗り分けることができるっていう定理があるんですけども、まあ、こちらですね、こちらの照明が美しくないというふうに言われてまして、あの、まず、あ、4色で色が塗り分けられるっていうのパターンに対しても、こういうパターンがありますよね、とて対して一つ一つ 潰していっただけであって、まあ、その証明がエレガントではないというところで私も数学すごい今得意はわけではないので、まあ、そうなんだなと思ったりしたんですけども、えっと、この容疑者 X の検診の中での一つ、まあ、キーポイントになるのが P=NP ノットイコール問題というのがありまして簡単にどういったものかというと自分で考えて答えを出すのと他人から聞いた答えが正しいかどうかを確認するのではどちらが簡単かという。 まあざっくりとこういう問題だそうなんですけども、その石神がある意味事件をかばうってことで隠そうとすることに対して、まあこういうふうな問題を出して、数学、あのー、警察がそれをなぞってるだけじゃないかみたいなところがあって、まあそういったところも含めて、まあ、見どころなんじゃないかなと思っております。で、私結構小説読んでるときには、あ、この一文がすごい光ってるなーっていうふうに、 ま、感じるような、ま、渾身の一文のようなものを発見することはあるんですけども、まあ、この書籍でもありまして、それがですね、386ページ、文庫の方ですね、386ページにあるんですけども、それがですね、人は、人は時に、けなげに生きているだけで誰かを救っていることがある、という一文ですね。人は時に、けなげに生きているだけで誰かを救っていることがある、という一文があります。ぜひですね、ここの一文を着目してみていただけるのもよろしいのではないかなと思います。 なおきを受賞作というところで非常に読み応えのある素晴らしい小説かなと思っているので、まあ、ぜひ手に取っていただけるといいかなと思っております。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。伊田昭子でした。